あとは封印するだけぞ。こうか、くやっ、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男ナガトが俺を裏切った手段、けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。くっ、クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい、やつが次に狙うのは。さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん、すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。体じゃねえ。そうだ、俺はもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだ、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前ナガトの時の術をオビトに。まあそれも俺の計画のうちだったが。てめえ。さてそろそろお前には眠ってもらうぞ、美獣もろともな。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か、おめでたいやつだ。クラマ、チャクラはまだたまんねえのかよ。もう少しだ、もう少しでたまりきる。踏み込みが足りん。皆さん、やろう。
なるほど。やはりお前は普通の人中力ではないな。まあ柱間細胞を持つ俺には多少の傷など無意味だった。今の俺を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。言うこいてんじゃねえぞ。てめえは俺がぶっ倒すからな。余裕？勘違いしているな。俺はただお前と遊んでやっているだけだ。千人の力を有するお前がどれほど踊れるか興味があったからな。だがそれも終わりだ。お前の力は大体分かった。なんこの程度か。威勢がいいのは口だけだな。こっちだってばよ。あの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰して。今だ。おう、重ねろ。よっしゃ、これだけやれば、うん、遅くなりました。マダラ様持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ。見ておけ。陰謀変国。何かしてくるかもしれねえ。注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ん？ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。
お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け！